ごめんなさい。カズさん、東京平川です。よろしくお願いします。カズさん、まず紹介なんですけど、千葉県木更津にありまして、1994年に設立されました。私は今の植物 DNA 解析するというところにいるんですが、今までに、30種類以上のゲノム、植物ゲノムの解析をしています。私は、カズさんにしたのも2009年だったというんですが、スナートザトロパーから解析を行って、様々な植物のゲノムを見ています。どっちの研究内容なんですけど、一つでもバイオイノムで、様々なゲノムを解析するというのが出ているとか、あと、植物心筋動物とか、決めゲノム、あとトランスクリプトも解析とか、あとは多形解析ですね。例えばトマトなんですけど、トマトの、こういったその、大きさに関わるその形質の違いとかを、スニックを調べて、そのスニックが、立体構造によるという影響です。これミニトマトと、こういった普通の大きさのトマトが、トマトの大きさに関わるのはという現象なんですけど、その、遺伝子に、ミューテーションが入ることで、立体構造がどう変わるかというのを、調べたりしています。で、左側の普通の大きなトマトなんですけど、右側が、ミニトマトですね。で、こういったその、ループのところで構造が変わっていて、過程が変わっているんじゃないかというような話とかを、研究とかをしています。あとは、メタゲノム解析とか、パイプライン構築とかを行っておりまして、あと、データベースも、過去の植物のデータベースとか、あとは、いろいろな植物を取り扱ったようなデータベース、あとは、本日お話ししたいんですけど、アノテーションを、まとめた、そのジンテレーション DNA とか、こういったものを作ったりしています。で、こういった形で、植物ゲノムを解読して、アノテーションをしているんですけど、アノテーションと言いますと、と言いましても、二つありまして、一つは、新規なゲノム配列を決めた後に行うアノテーションと、あともう一つは、その基地のデータに対するアノテーションを拡充していくということを行っています。で、新規なゲノムデータに対するアノテーションとしましては、まず、植物ゲノム配列の解読の状況について、まずお話をして、アノテーションの課題について次に話したいと思います。で、あと、基地データに対するアノテーションの特徴につきましては、公共データベースを用いたその遺伝子機能情報の声を全部付与するということで、機能的に重要な遺伝子、有用遺伝子とか、ストレス耐性の遺伝子とかと、こういったその、アノテーション情報を、付与するということを行って、育種などへの、応用を図るということを、取り組んでいます。で、まず一つ目なんですけど、新規なゲノム配列の取得に関してですが、現在その、こういった形で、パルサ DNA 研究所では、ゲノム配列を決めています。で、植物は、ヘテロ性ですね。2倍単位場合は、高ヘテロ接合性とか、あとは、高次倍数体、1語とか8倍体ですし、さつまいも6倍体とかあります。そういったその、高次倍数体とか、巨大ゲノムですね。人は3ギガなんですけど、樹木になると20ギガとかいったような、ゲノムを持っているんですが、そういったゲノムを集めるということを行っています。で、まずその、今、ロングリードを使ってアセンブローというのがメインなんですが、ゲノムサイズ推定の際に、ショートリードを取得して、こういったヘテロ結合のピークを書いたり、あとは、こういったその、抗体頻度分布ですね、ケイマン抗体頻度分布を調べて、ゲノムの高次倍数制を推定するといったようなことも行っています。で、そしてその推定した後に、プロを行うんですが、今は主流がロングリードであるといった宣言をして、ハイパイリードですね、バック倍のハイパイリードを使ったり、ナルコアのリードを使ったりということで、解析を行っています。で、こういったアセンブルをするんですけど、そのオルガネラ配列ですね、ミトコンドリアとか、葉緑体の配列が、そのゲノムの中にその、混ざってしまう。間違えてミスアセンブルされてしまうということがあるので、事前に除いたり、もしくはそのアセンブルされた配列から除くといったようなことを行っています。また、これ単にログリードアセンブルすると、もともとその、2倍単位の場合は別々のハプロイドがあるんですけど、そのハプロイドがその一つのゲノムとしてこう曲がっていってしまうということが生じます。これがその例なんですけど、こちらそのリード進路分、進路のプロットを書いて、で、リードをもう一回マッピングして、
このきちんとそのハプロイドを2つに分けるといったところに分けられて、ゲノムサイズ、推定サイズに近づけていく、ゲノムのに近づけていったそのゲノムを構築するということを行っています。また、DNA のその、長距離の間のショートリードの、を得ることができる、このハイシーという技術があるんですけど、まあ、そういったハイシーの技術を使って、さらにこの、この技術を伸ばしていくというようなスキャンポーディングを行って、最終的にこういったコンタクトマップを書いて、ゲノムの、精度を確認するということを行っています。また、禁煙種がある場合には、そのゲノム配列のこう比較をして、ミスアセンブルをこう配送するというようなことを行ったり、まあ、連鎖地図とか T 種があったりした場合には、まあ、それを使って、配列の精度を上げていく。まあ、最終的に、こう、ミスとか使って、遺伝子の、ゲノムのその、精度をですね、確認するということで、染色体レベルのゲノム配列を今構築しています。で、まあ、それでやってるんですけど、今このシーケンスの費用がどんどん安くなっていまして、今2000、ここが次世代シーケンサーは2007年ぐらいでできたんですけど、2023年、今はその大体、まあ、ショートリードを取ったんですが、大体人ゲノム、一人の、人ゲノムに対して大体3万円ぐらいしたというような状況になっています。でゲノム配列は、決めるときには、ロングリードを使ってやるんですけど、まあ、大体どれくらいの費用がかかるかと言いますと、ゲノムサイズ、大体3ギガの場合については、このレビオっていう最新の、バックバイオのデータのシーケンサーを使うと、まあ、大体1セルで、読むことができます。1セルで、まあ、90ギガ読めますので、コストが大体、60万円で読むことができます。で、アセンブルも非常に早くて、もう1日か2日ぐらいでアセンブルすることができます。だいたいこれでドラフトレベルの、配列総合を得ることができるようになっています。で、先ほどその申しました、この配信のデータがあると、まあ、ちょっとこちらの方はちょっと少し高額なんですけど、だいたい70万円ぐらいで、まあ、スキャポーディングするのにだいたい1週間ぐらいかかって、で、これが、このデータ、配信のデータがあれば、全局体スケールの、ゲノム配列を得ることが、まあ、運用していけば、得ることができる。まあ、もちろんその修正とか必要なんですけど、まあ、大体の概要を得ることができるような状況になっています。まあ、こういった形で、非常に、今そのゲノム配列を、簡単に言っていたんですけど、容易に得ることができるようになっています。で、僕今、こちらの、支援センターの業務を行っていまして、まあ、そこでは、最初のそのレビオっていうシーケンサーがカズサに設置されていまして、まあ、そのシーケンシングのデータを解析したり、アセンブルしたり、遺伝子を加工したりということも行っています。で、映像なんですけど、こういった形で、その、どんどんそのゲノム配列が決まっていくので、とにかく遺伝子予測の精度が高い結果、なるべくその精度が高い予測で、早く遺伝子を予測しなければいけないということで、まあ、こういったパイプラインを作って、やっています。で、まあ、RNSX と、禁煙室の、遺伝子、アミノ酸配列を使ってやるんですが、今まではその、こういったそのアグイニシオ、遺伝子モデルを作って機械的に予測して、やるんですけど、網羅的には予測できるんですが、まあ、精度があまり高くないということで、やはりその、基地の配列をゲノムに対して、マッピングすることで、精度を上げるっていうことが、まあ、必要ということで、こういったパイプラインを作ってやってます。で、最終的にこれらを、まあ、統合しまして、まあ、予測精度の向上を、図るということで、まあ、こういったパイプラインで実施しています。ただ、まあ、こういった、予測でやりますと、大体その、16万とか数十万とかいったような、遺伝子が予測されてきます。でその中にある異様性の遺伝子とか、あと、まあ、転移遺伝子とか、まあ、そういったその、本当にその、真の遺伝子と言われるもの以外にもたくさん予測されてしまいます。そこで、その、こういったその基地のデータベースに対して、フェニクロットとか、ウルソログデータベースのリグノムとか、ナルナのデータベースとかにヒットするものを、選んだり、あとその発現しているものを調べたりということで、こういったHCHTT っていうのが出るんですけど、信頼度が高いものにしていくというのに、まあ、分類するというようなパイプラインを作っています。まあ、こういった予測でやっているんですが、現時点でそのまだ考慮されていない点としましては、先ほどその青柳さんが発表したんですけど、非青春スプライスサイトですね。まあ、教科書になっているスプライスキングのルールに従わないような、遺伝子があるというですね。これはまあ、プログラムがほとんど存在してない状態になっています。
あと、ロングリードで、ゲノム、遺伝子の完全帳を読むことができる。あと、バリアントも、ストライキングバリアントも全てを、シーケンスすることができるんですけど、まあ、そういったその実験データを、いかにこう、うまく取り入れるかというのが、まだできていない状況です。そこに示してます、そのネスティックイントロニックジーンってあるんですが、このエキソンの間の別のところ、のイントロンの中に、遺伝子がですね、コーディングされているというようなものが、見つかってきています。線虫とかでは、まあ、全体の 5.4%、人では 0.5% あるんですが、植物でもこういうのが、RNA の膜を、リードを膜とすると出てきたりします。まあ、こういったものをですね、まだ考慮できてないというのがありますし、あと、ノンコーディング RNA のうちのマイクロ RNA とかペプチド、まあ、これもその遺伝子を制御してますので、こういったその、予測っていうのがまだうまくできてないっていう、問題点があります。で、こういったその、ことで解析を進めているんですが、今度はその基地データに対する別の拡充というところで、これは植物の、ゲノムデータを、集約するプラントガーデンというのを買ったから公開しています。で、現在、NCBI のチェーンバンクでは、植物大体どれくらいのゲノムが決まっているかというと、約3000のゲノムが決まっています。種類としては1368種類で、そのうちこの染色体レベルで、解読されているのが大体600種類ぐらいです。で、現在プラントガーデンでは、340ゲノムで、246種について、公開しているんですが、まあ、どんどんそのゲノムが決まってきているので、対応が大変な状況になっています。私の方は、そのゲノム情報をその産業面に応用するということで、まあ、それに向けたアノテーションというのを、この SIP のプロジェクトでやっていました。これも2022年に終わったんですけど、まあ、それで、このアノテーションをまとめたデータセットを作りましたので、まあ、それをちょっと紹介したいと思います。で、まあ、こういったその遺伝子情報がまあ蓄積されて、まあ、ゲノム情報がどんどん得られているんですけど、まあ、それをこの中からその機能的に重要な遺伝子をまあ調べて、それをまあデータとして公開しましょうということで、進めました。で、どういった情報を収集したかといいますと、植物中を65からですね、ファミリーを対象にして、収集しました。で、収集した情報をここに示してます。ちょっとなんですけど、一つは機能的に重要な遺伝子。これは、括弧で書いてるのは植物の、種類です。で、2番目が、ストレス抵抗性遺伝子。あとは、3番目は、特許の関連。特許関連の遺伝子。まず、どういった遺伝子が特許に使われたかということですね。あと、各種データベース検索に対する、その機能推定。あとは、ウルトログループ遺伝子。こういったその情報を集めました。それぞれちょっと、ね、ちょっと紹介していくんですけど、まあ、対象としては180の8種類の植物数もここに示しています。で、まあ、いろいろな、まあ、果樹とか、穀物とか野菜とかも、幅広く対象としたんですが、特にやっぱ数が多いのはアブラナ科とか、マメ科とか、あと、イネ科とか、あと、バラ科、ナス科、まあ、こういったものが非常に、まあ、有用な植物が多くて、そういったものも非常に多く、対象としました。で、まずその、先ほど5個、挙げたんですけど、そのうちの1つ目としましては、その機能的に重要な有用なアピレーションということで、先ほどその川原さんのお話でもあったんですが、その、文献に掲載されている遺伝子名と、あとそのゲノム解読された配列用の遺伝子との対応関係というのを調べました。で、対象としたのは、112種類の植物種で、文献は23万個を、対象としました。で、その中から、その実験的に、その、あ、すみません、機能的に重要な遺伝子というのは、その、論文をその発表するときに、その PCR で確認します。で、本当にその遺伝子が大事かどうかというのをその調べて、そういった論文が多いので、文献からそのプライマー配列をですね、プライマーセットを収集してきました。で、プライマーセットとこの、論文の ID ですね、PMCID を収集してきました。で、ここだと1号例に挙げてるんですけど、FAQR という遺伝子の例なんですが、まあ、フォワードとリバースの、プライマーセットをここに書いています。で、こういったまあ情報を抽出しまして、それぞれのそのプライマーを、ゲノムに対してマッピング、まあ、ブラストであったんですけど、
で、ここに示してますような、これ、イチゴのある遺伝子なんですけど、そこにそのプライマーのフォワードとリバースがこうマッピングされていて、この、プライマー、この、論文に載っていた FAQR という遺伝子は、この、ゲノム上の遺伝子に対応しているというのは、関係性を、まとめていきました。これで、まあ、有用遺伝子と、遺伝子の、ゲノム上の遺伝子の対応関係を調べました。寒かったで、です。314番のプライマーで、これ、63種類で、こういったことを行いました。で、実際にその、こういったその情報を、これ、いちごの FAOMT っていう遺伝子についてまとめていきまして、ゲノム上のその遺伝子の ID と、あとプライマーの配列、あと論文に載っていた、遺伝子 ID、遺伝子信号ですね。と、あとその、マッピングされた位置と、あと、この、遺伝子 ID は、文献に掲載されたその遺伝子シンボルが載っている文献の先天数を抽出してきました。で、この先天数に載っている、オントロジーを付けていって、こういった情報を、まとめていきました。で、オントロジーなんですけど、GO と、あと、トレートオントロジー、プラントオントロジーと、あと、こういったその実験条件に関するオントロジーはあるんですけど、こういったオントロジーも付けていきました。で、GO の方は、配列のこのシミュライティとかで付けることができるんですけど、POPO、PCO とかなかなかつかないので、まあそういったその情報も付けていきます。で、あと2番目のストレス耐性なんですけど、植物はやっぱりいろんなストレスを受けていて、まあ、いろんなこの生物から受けるストレスとか、あとその環境から受けるストレスとか。まあ、そういったそのストレスに対する遺伝子は、ある、まあ、特定のタンパクのドメインを持っているというような話がありますので、そのドメインを検索して、まとめていきました。で、まあ、それも、相談させてまとめていきました。で、あと、特許に関する、キレーションなんですけど、DDBJ の、パテントのデータベースから、公開されている遺伝子ですね、特許に用いられた遺伝子の、配列情報が公開されていますので、それを用いました。で、特許庁と、あと韓国の特許庁の、遺伝子、その特許の、収集された特許のデータが、データベース化されていますので、まあ、それと、ゲノム上の遺伝子との対応付けを行いました。で、これも、もう、グラフで行ったんですが、まあ、これ例えば、今これ4種類ですね、スイカメロン1号、ほうれん草で、まあ、これぐらいの配列が、DDBJ で入っているんですが、まあ、この4つの例でいきますと、例えばスイカですと、ナポジベレリンとか、その病害性構成とか、あとその、根の身長とか、四肢の大きさ。あとメロンで言うと、その、喉頭顔料とか、アントシアニンとか、あとイチゴで言うと、まあ、品質スピーツとか、抗体ステルス、合成。あと、ほうれん草で言うと、まあ、除草剤抵抗性とか、関係性とか。まあ、こういったその、ものがありました。特に多かったものは、こういったその、やっぱり病気に関わる、でありました。で、あとその、Google パテントっていう、Google が作ってるんですけど、まあ、そこへの、そこも、世界中の特許のデータが公開されていますので、まあ、その、Google パテントへのリンクも貼りました。で、これは、その特許の例なんですけど、まあ、数が多いものを順に上げているんですが、まあ、一番その数、特許の数が多かったものは、やっぱこういう、関連教員で、その、ちょっとこれあまり読めない意味になります。2番目はそのファインケミカルですね。医薬品とか農薬、合成、全部、こういったものとか、あと、収量の増加とか、そういったものが多かったです。あと、病害性構成とか、そうですね、農業的性質とか、こういったのが多くて、で、他にもなんかいろいろな、種類の特許の情報がありまして、特に多かったものをこういった分類してるんですが、まあ、ストレスに関係するものとか、遺伝子制御に関係するものとか、あと、生産性とか、退化、あと、成長とか、あと、窒素固定。まあ、こういったものがありました。で、それ以外のものがまあ70%もあったんですけど、まあ、それらはなんか、まあ、本当に細かな特許情報で、まあ、リペイン、酸性とか、タイバー、成長とか、そういったアレルギーとかですね。そういった特許の、関連の遺伝子がありました。で、こういうものとそのゲノムの、ゲノム上の遺伝子との対応付けを行いました。で、次には、これはアノテーションを統一させるということで、これはデータ連携で行いたかったので、こういったその統一のアノテーションを行いました。ユニクロットに対するリサーチと、あと、モデル植物である、ヒロイナムの遺伝子に対する、グラストと、
あとは、オルソログ、遺伝子のデータを取ったエグノグに対して、サーチを行って、それらを全部まとめました。で、これ188種類。これは自動的に行えるので、結構数多く対応しました。あとは、先ほど申し上げたノンコーディング RNA の遺伝子をセーブするというのが、どんどん見つかってきてますので、158の植物について、ゲノム上に存在している、コーディングされているノンコーディングを、調べました。で、数が多かったものが、MIR1122 というものなんですけど、これは、大きなファミリーの種類で、こういったその薬の形成とか、肝臓ストレスとか、脱水ストレスに関係しているものです。ありました。あと16S とかそういうものも多かったんですが、次に多かったのがこのネクスト。マイクロ RNA で多かったものは MIR1122 でありまして、稲では、病害抵抗性の、制御するというのも、こういった、マイクロ RNA も使いました。で、ここで上位、10個ぐらい示してるんですけど、それ以外にもいろいろなですね、RNA がこういう、検出されて、これも、情報をまとめました。あと、オルソログ遺伝子なんですけど、有用遺伝子が、他のその植物でも、オールソログ情報を元に使えるということで、コスマーカーと呼ばれてるんですけど、例えばそのナス科のジャガイモの、マーカーですね、有用遺伝子を、同じナス科のトマトで使ったり、各ブドウに使ったり、コーヒーに使ったりとか、こういったことが行われていて、育種とかにですね、使われています。なので、ここでは136の植物を対象にして、クラスター解析を行って、そういった情報を、アンケートしました。で、こういったその、5種類、行ったアノテーション情報を、こういったそのジンキュレーション技術と呼ばれる、データセットに集約させて公開しました。で、それ以外にも、動物、原生動物についても、アンケートをまとめまして、ここで公開しました。で、トマトを例にしてあげますと、このジンキュレーションディエスマミクル、トマトを検索すると、左側に系統情報が出てきて、そこからトマトをクリックしますと、右の方にトマト情報が出てきまして、プライマーを入手したり、あと、学習データベースのリンクを見たり、先ほど、まとめた人たちね、学習サーチ結果とか、あとストレッサー制限とか、特番電源とか、ノンコーディングアレイ、こういったその情報を見ることができるようになっています。で、こういったその情報をまとめると、どういったことができるのかなと思って、そのボードの例として今のやってみました。これはトマトを例としてあげたんですけど、トマトで先ほどの文献から抽出した、プライマーテストが1135ありまして、で、今その完全上でゲノムが決まっているトマトが大体18種類あります。それぞれのゲノム、配列に対して、そのプライマーテストをグラフでマッピングしていって、そのマップされたそのファーストリバースのプライマーの距離を測ってあげると、その青で示しているのが共通の長さで、白で書いているものが長さが違うものなんですけど、結構その、品種によって、こういったその、パターンが違うというのが、分かってきまして、これがそのマーカーとして使えるのではないかと考えています。で、こういったその、品種間にこういったパターンが違いますので、その品種識別とか、あとその F1、種子純度検定ですね、F1 を作ったときに、他の花粉がくっついたりして、その、変な、種が取れてないかとか、そういったその、検定に使えるんじゃないかということで、考えています。ただ、1135しかプライマーセットがないので、ゲノム網羅性が重要かと考えています。で、これは、キュレーションした情報の別の応用例なんですけど、こういったその、統一したアノテーションをつけることで、そこから何かこう、遺伝子の関連性が見つかるんじゃないかなということで、統一した方法のそのユニプロット KB のボックスヒットの遺伝子のプロダクト名と、あと、特許情報を集めましたので、その特許の情報を、それぞれの関係性を抽出しまして、各遺伝子に対して抽出しまして、で、この遺伝子機能と特許との関係性というものを、ネットワーク解析してみました。で、そうしますと、これトマトの例なんですけど、全部で、573クラスターができまして、これサイトスケープで入力させたんですけど、そこからその、例えば、
ディジーズ、こう、キーワードを入れると、まあ、ディジーズに関係する、プロダクト名と、あと特許がこう色、黄色でこう色がつきます。で、その、色がついたところだけをこう抽出して、その周辺の、ネットワークをですね、抽出しますと、こういったそのディジーズ関係の、ネットワークでの抽出することができます。それをまあこう拡大したんですけど、この黄色で書いたものが、こう、あ、そうだ、赤で書いたものがこれ特許なんですけど、まあ、化合物成分とか、あとその、病害傾向性の強化とか生産、あと、バイオマスの動産で、そこに、こう、ハブになっている、こう、タンパクがありまして、遺伝子があって、それがそのプロテイン解熱の面コンティニューという、こういうのがあって、こういったその遺伝子というのがハブになっているので、結構、特許とか、そういうその重要な、機能を果たしてるんじゃないかなというような、そういったその推定というのもできるんじゃないかなと考えています。で、これサイトスケープを使いましたので、もっとその高度な検索をしたいということで、DBCS で開発されている統合 DX の、枠を、お借りしまして、藤沢さん、森谷さん、宇多田さんの間で、ご協力いただいて、この統合 DX の中に、このプラントガーデンのデータと、ジンキュレーション技術のデータと、あと、まあ、微生物のデータと、あと、メタボロームのデータを、入れまして、で、それでその関係性を、調べようというようなことを、今行っています。で、これは、今、カルタの、サーバーの方に、インストールしていて、まだ公開ができていない状況です。あと、もう一つは、これで、今、枠でやったんですけど、かつその、これ、統合 DX でどういったデータが、各データセットに入っているかというのがよくわからないので、その前に、どういったそのデータセットで、どういったデータが入っているかっていうのは、あらかじめ検索して、導入するっていうような、システムを、作りました。で、これ TTPAPP って呼んでるんですけど、まあ、そこにそのキーワードを入れてあげると、例えばケビとか、統合ゲノムとか、あとそのプラントバーでメタボバンク、マイクロ DB のどこにこうデータが入ってるかっていうのはこうハイライトされて、それをまあクリックしてあげて、データを選択して統合 DX でそれをまあ見て、さらにこの統合 DX 上でその、検索を拡張していくというような、流れというのを、作っていまして、こちらの統合 DXTPP の方も、あ、じゃあ、TTPAPP の方が、カルタのサーバーにインストールしているところです。で、こういったデータ連携で、データがつながって、いろいろ情報がわかるかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりそのアノテーションデータの問題点もありまして、まあ、一つはその、配列のバージョンが古い、まあ、そういう、あと遺伝子情報が公開されていない、まあ、そういった問題点があります。で、ここ3つ問題点を挙げてるんですけど、一つは、公共データベースのデータが古いということで、まあ、例えばトマトは2012年に出ましたんですけど、その間、まあ、次世代のデータとかを入れて、どんどん遺伝子が見つかってきているとか、あとはその公共データベースのゲノム配列は公開されているんですけど、これ結構植物の、場合は、一旦そのゲノムを含めて、論文で公開した後に、独自のその、コンソーシアムのデータベースを使って、そこでどんどんデータを公開していくっていうことを行っています。なので、その公共データベースと、その独自のそのデータベースのバージョン化に差が出てきています。で、あとその、公共データベース、例えば NCBI ではゲノム配列あるんですけど、遺伝子はない。ただ、その独自のデータベースを見に行くと、きちんと遺伝子のデータも公開してるっていうようなケースがあります。あとは、まあ、独自のデータベースを作ってなくて、公共データベースにデータあるんですけど、ゲノム配列公開されていないんですけど、まあ、こういった問題があります。で、まあ、そういったものは結構植物で多いんですが、こういった場合には、あるの、劣勢っていうのが、まあ、状態になっています。あと、まあ、こういった状態なので、今、その私はその支援センターというところにいるんですけど、遺伝子を取得、ゲノムだけはわかってるんですけど、遺伝子どうかもないので、遺伝子とか、提供をやってくださいとかいう、そういったその依頼とかもあります。で、またその別の、問題点なんですけど、配列 ID の違いです。で、これが、データ、その、連携できない、その、
大きな原因なんですけど、例えばナズナとかは、独自の、ID を持っていて、で、あとそのユニクロとか NCBI でも、ID を持っているんですが、EBI の、この、EBI の方に、これ、RBL、非常に作られていますので、まあ、そこに繋がれば繋がると思うんですけど、皆さんと使っているのは、やはりこちらの独自のデータベースの ID になっています。で、ナズナはモデルスコードなので、対応関係がよく調べられているんですが、まあ、トマトでも、まあ、調べられているのがあるし、なんか対応関係がわからないのもあるということで、追加とかだんだんこうマイナーなものになっていくと、独自のデータベースではその ID を公開してるんですけど、こちらの、ユニクロとかレフセックでは全く ID がないとか、まあ、そういった、状態になっています。で、プラントガーデンの方は、やはりその独自の ID を使っています。で、ジンフィレーションジェイスの方はそのオルスロー解析をしたので、一応その生物種名の略名をつけたりして、になっています。ただ、こういったその、名前が、こう、ユーカリとトリコイドと、こう、名前が重なってしまうので、そういった問題、どうその ID をつけるかっていうのは問題もあります。まあ、で、それとまとめなんですけど、こういったその、遺伝子をそこを置いて、遺伝子につけて、連携していくということは、まあ、重要だと考えたい。以上です。